去る8月15日中野ゼロ大ホールにてジーザスレインズジャパン2020が開催されました。今年は新たに青森と沖縄で開催され、関東首都圏、福島、長野、滋賀、大阪の全国7カ所に拡大しています。当日の午前中、中野駅前などでパレードが行われ、午後は中野ゼロ大ホールにて賛美と祈りの祭典が行われました。今年のテーマは真の礼拝ということです。真の礼拝を一人でするのは誰でもできると思う、でもみんなで一致してやるというのがとても難しいことだと思うんですけども、真の礼拝ということはどういうことなのかを考えなさいというふうに神様からこのコロナという宿題をいただいているのではないかと私は思っています。今年のジーザスレインズ その私たちの祈りも真の礼拝者として神様に自分を捧げるということをテーマにおいて突き進んできました。ジーザスレインズはイエス様の再臨を待ち望むための集会、そしてその再臨のためにキリストの教会を整えるための集会だと思います。この祭典は午後1時のオープニングムービーから始まり、夜7時のフィナーレまで賛美と祈りが続けられます。新型コロナウイルスの影響で多くの集会が自粛となっている中ですが、ジーザスレインズでは必ず受付で参加用紙の書き込みをすること、検温や消毒などの対策がされていました。またオンラインでも祭典の様子が配信され、直接参加ができない人でも参加できるようになっています。祭典の賛美はジーザスレインズバンドによって導かれます。メンバーの中には牧師やアーティストの方も共に賛美していますが、ジーザスレインズでは誰もが一クリスチャンとして奉仕をしています。そして祈りの奉仕者によって関東地方の各都県のため、政治や経済、教育、医療、宗教、芸術など各分野のために祈りが捧げられました。信仰によって主は勝利されたと宣言します。フィナーレでは世界各国の旗を振りながら、イエスの象徴でもある王冠が挙げられ、ジーザスレインズ、主が統治者であることを宣言し、主に栄光が返されました。賛美してる時だけ礼拝なのかなとか、やっぱり私たちが生きるその瞬間瞬間が真の礼拝になっていかなきゃいけないんじゃないかなって思いながら歌わせていただきました。今年は練習する時間が短かったので、みんなと息を合わせるのとかできなかったけど、楽しく神様に捧げられて嬉しかったです。今日は報道、それからジャーナリズム、メディア、IT のために祈りました。本来は報道とは神様の栄光を伝えるようにと神様がくださったものだと信じているんですね。今の時代は真実をあんまり言ってない。それでイエス・キリスト様の名の権威でこの山がもう一度正しめられるように宣言しました。必ず神様が霊の世界でいろいろなものを動かしてくださる。で、信じて祈ったことは必ずなるんです。ですからこの日本の中に今日信じて祈った人々の祈りが実現することを確信しています。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。ですから私たちがまず主に近づくために、まず私たちが能動的に礼拝をする、それが大事だと思うんです。信仰というのはあくまでも私たちが決断して神様がくださったものじゃないですか。礼拝を選び取っていく、このコロナの状況にあってもどういう形であれ、イエス様は礼拝を私たちに望んでおられると思うんです。ジーザスレインズは日本各地で主の勝利が宣言され、それぞれの地で恵みがあったと報告されています。日本の統治者は主イエス・キリストであること、再び来られる日まで私たちが主の勝利されたことを宣言し続けます。